ニコニコハロー、ゆうでーす。はい、遠ってね。めちゃめちゃ遠いな。はい。今日は千葉県のとある場所に来ております。はい。で、ここ宿なんですけども。で、今日はですね、こちらから、札幌記念の結果を報告してまいりたいと思います。で、札幌記念の解明は後ほど言っていきたいと思います。リビングの方からこっち今度、なんていうの、畳の部屋に来たんですけど、そう、これこのね、座布団ね、正座しなくてもいいように高さがある座布団なわけよ。そう、だから正座してもなんていうの、足が痛くならないような座布団になってて、よくないこれ、これ欲しいなって思ってね。で、でも家のうちにこういう畳の部屋がないから意味ないんですけど。はい、まあいいや、置いといて、HH の新作を出してます。はい、今回はゆうとなのちゃんと、なのちゃんが呼んだ、童貞さんで題して、生ハメ中田氏中行き逆 3PSEX の映像になっています。はい、まあ、こと細かく説明しちゃうと長くなっちゃうので、省くんですけども、とても興奮する内容が盛りだくさんなので、また見てない方はぜひ今夜の風に見てみてください。はい、こちらは前編後編に分けて出していて、今残暑見舞い特別価格で出してます。はい、なので通常価格よりも、ちょっと安めに出しているんですけども、値段が上がっちゃうので、その前にぜひ見てみてください。で、あと前編後編完全収録バージョンも出してて、それはそれぞれ前編後編購入するよりもお得な値段で見れるような感じになっているので、どっちも見てないって人はそっちの方チェックして見てみてください。はい、本編はその概要欄に You の X、Twitter のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックして見てみてください。はい、それでは札幌記念の、解明なんですけども、予想動画で言ったのと一緒です。こちら三連複一等軸流しっていうのをして、初めてかけてみたのね、これ。5番のジャックドールを軸に、相手を1、2、4、6、13っていう感じで、初めてかけるやつなので、掛け金は少なめの3万円分しか購入してないんですけど、はい。じゃあ、今から結果見ていきたいと思います。どうぞ。スタートしました。しました。ほぼ揃ってれました。ジャックドール好スタートを切っています。さあ、まず5番ジャックドール、これを制して外から一気に15番ユニコーンライオン、伊豆城の奇跡最高峰、なんか出てきた、バグは3、4コーナー中間トップライブ、先頭入れ替わって今度はトップライブになりました。ユニコーンライオンはトップライブ、ダロンベルーガ、シャフリヤールは後方4コーナーから直接ジャックドール、ジャックライフ離れた外から200をジャック行け、頑張れ、もう質が一気に抜け出して、いけいけいけ、3番ダルスのヒットジャック、あれ伸びない、ジャック伸びない、ジャック伸びない、ブログノーシスタ、お願いします、3番シン、4番シンの、すごくない、ブログノーシス完勝ゴール、2着は10番トップライフ、また離れて1番ソーマリアント、1着13番、プログノーシス、2着10番トップナイフ、なんて9番人気だよ。で、3着が1番のソーバリアントか、やっぱソーチック、はぁ、あ、いやー悔しい、ちょっと待って、ジャック着てたら、ジャックが2着でもいいよ、いや、なんでそしたら当たってたのに、もうなんてことを、ジャックは何番、何着、ジャックは6着うわー、夏競馬これだから荒れるからね、あー、いや悔しいな、これくっそー。はい、皆さんどうでした、当たりました、
当たった皆さんおめでとうございます。はい、ゆうは撃沈です。もうとことん名付けば当たらない、本当にやめようかな。もうね、秋競馬に期待だよね、これは。うん、はい、ということで久しぶりの競馬、まあ楽しめたので良かったです。はい、じゃあ今日も最後までご覧いただきありがとうございました。以上、某千葉からお送りしました。終わります。バイバーイ。